皆さんこんばんは。今日も始まりましたトークライブ。今日のゲストはよろしくお願いします。お願いします。じゃあ島袋選手から自己紹介と今の気持ちを一言お願いします。はい、サンフレッチェ広島レジーナの背番号20番島袋奈美恵です。今日は楽しみましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では大内選手よろしくお願いします。背番号17番大内涼です。今日はよろしくお願いします。お願いします。お二人今じゃあ鹿児島ですか？そうです。はい、今キャンプ中です。キャンプ中どうですか鹿児島は？鹿児島あったかくて環境もとても良くて練習バリバリやってます。やっぱ今日暖かかったですけど、広島もね、結構暖かかったですけど、でもやっぱジャケットがないと肌寒いかなって感じでしたが、何度ぐらいでした？広島12度ぐらいでした、お昼は。何度だったんだろう。わかんないですよね。温度計見ないですよね。18度、18度ぐらい。あ、じゃあ広島よりも暖かかったですね。暖かいです、こっち、すごい。今は何をされた後だったんですか？夜ご飯を食べた後です。はい。夜ご飯食べた後、はい、今日のご飯は何だったんですか？もう毎回ご飯が美味しすぎて、うんうん、ちょっとセーブができなくてたくさん食べちゃうんですけど、今日は、まあ、フルーツがいっぱい毎食出てきて、グラタン、じゃがいも、牛すじ、煮込み、ローストビーフ、うん、カレー、うん、あとなんだっけ、お味噌汁、うん、あと、あ、ひじき。あ、豪華ですね。うん。あ、酢豚も。酢豚って。酢豚も？はい、すごい和食から中華からローストビーフまでアメリカンいっぱいいろんな種類がありますね。はい、なんかあの以前なんか毎回キャンプに行くと、キムさんお疲れ様です。キム選手、キム選手ですか？はい、キム選手、キム選手、緊張しました。目の前にキム選手がいらっしゃったんですか？はい、見てくれてました、ずっと。おー、じゃあもうお家というかお部屋に帰られちゃって？帰られました。はい、最後まで見てほしかったですね。きっと部屋で見てくれるはずです。見てくれてますね。さっきあの打ち合わせの時はちらっと金賀選手ね、いてくださいましたよね。はい、いました。ちなみに他の方の乱入って今ないですか？乱入しようとしてたんですけど、多分帰りましたね。で、部屋で見るねって言われたんですけど、多分見てないですね。多分誰も見てない。多分みんな見て、見るよみたいな言ってくれるんですけど、うんうんうん、ちょっと明日確認します。本当に見たかどうか。ちなみに、今呼びかけてもらって、多分見てたらチャットで来ると思うんですよ。おぉ。来ないかな。確かに。まあでも、あの、かなみさんとさえちゃんは見ててほしくない？お、確かに。さすがに。なんか、お二人にじゃあ向けてなんかメッセージ言っときますか？普段言えないけど、ちょっと画面通して言いたいこと。普段言えないかいだけど。でも、普段言えないことってないですかね？結構、ね。あ、言いますね。本音で話してる感じ。思ったことは、はい。じゃあ多分、いつもありがとう大好きだよは多分言えないと思うんで直接画面通して普段のこう感謝の気持ち伝えるってのはどうですか？やります。ちなみにあのこれを見てくれているレジーナの選手の皆さん全然あの乱入 OK ですよってディレクターからカンペが出てるので、お、誰か来てください。マミさんが部屋で見るって言ってたんですけど、あ、ま、上野マミ選手、はい、そうじゃん、そう、なんかいたずら、ちゃんと見てるかな、ちょっと来てほしい、お、誰か、
上野選手待ってますよ。でもあれですよね、待ってます。学園だったらそれこそもう鹿児島はもうね、そうですね、神村の高校、うん、でなので上野選手ぜひ待ってます、お二人と一緒に。ということで、じゃあ大内選手から普段言えない感謝の気持ちをじゃあお願いします。誰に向けてでも何でも大丈夫です。感謝の気持ちじゃなくても何でも大丈夫です、伝えたいこと。どうしよう、誰にしよう。じゃああえての監督でいきます。おはい。シンさん、あっ、来た、あっ、もういなくて、入っていいよ、入って、やっぱ来ると思った。まさかの、あっ、これ、リュウが、あ、自分は、あれ、モザイクになってるよ。こっち、どうしよう。あ、そっちで。やっぱ絶対にこういう時来ると思ってない。いいって。モザイクになってないね。あ、谷口選手来ました。ご登場です。軍団長。谷口選手、聞こえますか？あ、聞こえますか？え、皆さん髪型変わってません？あ、そう、変えました。ね、大内選手も前髪がなくなってますよね。あ、ちょっと伸びちゃったんで。え、今流行りのあれかと思いました、韓国風の。あ、全然違います。嬉しい。え、谷口選手これ見てましたか？ハートもつけたらやってたんで。絶対嘘ですよ、ちょっと、スタンバってました、絶対。もうたまたまつけてたら合ってた、携帯開けたら見てたんですね。なんかやってたってことですね。皆さん、さいちゃん来ないかな。特別に谷口選手来てくれましたよ。ぜひぜひチャットというかコメント待ってますので、どしどし入ってくださいね。お、軍団長、いいじゃないですか、軍団長って来た。あ、めっちゃ誰。みんな来ましたよ。みんな来た。そうですよ、入ってください。え、嬉しい、嬉しい、みんな大集合なんて、なかなか、あ、じゃないとできないですよね。入れる。たすきちさんがたまたまではないってコメント来てますよ、谷口選手。みんな見てたんだ。あー、ゴヤ選手、それでいい。え、マスター選手、みんな来てくださいました。ありがとうございます。マスター選手、見てましたか？見てました。あ、やばい。あ、いいや。完璧。おお、見てました。みんなありがとうございます。え、めっちゃ個人的。どうですか、キャンプは？何ハマってる？鹿児島キャンプはどうですか？もうとてもいい。え、すいません、ちょっと聞き取れなかった、もう一回いいですか？あ、とてもいいキャンプができて、はい、とてもいいキャンプができている。音が、なんか、イヤホン。小屋選手聞こえますか？はい、聞こえます。え、見てくださってました？え、なんか、リカさんがポンポンってきて、うんうん、一緒に出ないとお誘い受けたんで。嬉しい。最初リコが出ようって言ってて、うん、いや出ない出ない。いや、リカさんが出ない出ないって言って。うん。嬉しい。かわいいな、みたいな。嬉しい。嬉しいですね、大内選手。はい、嬉しいです。なんか皆さんの仲の良さがすごく伝わってきます。本当ですか？うん。え、小屋選手、鹿児島キャンプどうですか？めっちゃ充実してます。ご飯美味しいですし、うん、はい、環境素晴らしいんで、めっちゃいい練習できてます。フルーツの取り合いになるって伺ったことがあるんですけど、今日はその取り合いにはならなかったですか？今日ローストビーフの取り合いした。
出てきた瞬間にもう行列でした。うん、絶対にあのみんなもらえるのに行列でした。そうなんです。1人1枚はあるのに1枚以上絶対あるんですよ。3、4枚絶対あるのにみんなわざわざあの食事の手を止めて並んでました。すごいに1人すなんかめっちゃ持ってたなみたいな人いませんでした？ナミエはせこいんですよ。1回でなんか 5回を4回ぐらい行ってだから1回で多く取らないんですよ。みんなの目が怖いから。だけど待って待って待って、トータル20枚以上食べた。20枚？違うです。最初は、まあ、みんなが食べれるようにちょっとにしたんですよ。で、いっぱい余ってたんでたくさん取りに来ました。あ、っていうことですよ、谷口選手。違います、違います。もうこいつはやっぱ周りの目とか気にしちゃうタイプなので、本当にいっぱい取りたいの。本当にいっぱい取りたいのに、取ったらちょっと出るかなと思ったから、ね、今回4回に分けてました。って言われてます、島袋選手。いや、そんなことないですよ。配慮して、はい、周りにて誰も行かないから、ね、結果20枚食べたということですね。20枚を20枚以上食べてた。以上なんや。食べたんだ。やばいや。違う。枚数は数えてない。20枚以上来てます。ちなみにあのコメントで。高野さん、タイプの男性はありますかって来てますけど、ありますか？誰？タイプの男性はありますかって来てます。誰やってるんですか？いや、みんなに。あ、高野さんがコメントした。高野さんがコメントを。あ、タイプ。高野さんっていうのかな？高野さんかな？はい。それは一定ですね。男性って来てますけど、あの全然あの異性じゃなくても大丈夫ですよ。タイプの女性でも、そう、何でも人としてでもいいですし。大内選手ありますか？じゃあ順に画面の順番で、じゃあ大内選手、小屋選手から。私はあの健康的で明るくて面白い人が好きです。おお、健康的で明るくて、はい、健康的で明るくて面白い人がいい。欲張り。いや、いいですね。はい、ってことです、小屋選手。小屋選手はいかがですか？おもろい人がいいですね、やっぱり。結構ツッコミ、ボケツッコミがこうできる人？そうですね。なんか、めげずにずっとボケてくれてる人がいる。ツッコみたい。小屋選手がツッコみたいってことですか？ツッコみたいっていうか、まあなんか楽しいじゃないですか。ボケてくれてたら。例えばボケてる人ってどういうことですか？なんかボケてる人って、なんかたまにめっちゃ面白いこと言う人とかいません？想像できない。なるほど。例えばのシチュエーションで言うと、次行きましょう。まあまた話しましょう。またじゃあ今度話しましょう。ちなみに今出たい方、他にも近くで待機中だったりしますか？なんかチラチラあの右見てらっしゃいますけど、どなたか。あの私たちが多分こう見合って見合っています。誰かいるわけじゃなくて、お互いをこう見てる。じゃあドキドキのマゼ選手いいですか？昨日切れますよ、選手。どうぞ。お願いします。さっき聞こえてないのにさ。すごい、めっちゃ聞こえる。いや、イヤホンが。でもないのか。ごめんなさい、もう一回いいですか？スポーツできる人がいいです。あ、スポーツ、スポーツできるってどれぐらいですか？ 100 メートル走。どれぐらい走れるとか。キャッチボールできる。5秒ぐらいじゃないと考えない。キャッチボールができるぐらい。キャッチボールができるぐらいで、100メートル5秒台ぐらい？ 100 メートル5秒台。早い！いない！いないです。いや、リフティング何回できる人がいい？おー！全然30回ぐらいです。結構できるくらい。それ結構できます。やっぱなんかサッカー経験者がいいですか？サッカー経験者がいいですか？いや、全然何でも。あ、何でも、とりあえずスポーツできる人ですね。確かに、スポーツできる人。かっこいいですよね。わかります。では、谷口選手にも伺っていいですか？はい。
まず、部屋が綺麗な人。そうそう、目が綺麗な人。大事大事。大事。部屋が綺麗な人。あ、部屋が綺麗、すいません、目が綺麗な人って聞こえた。物がなくて、整ってて、部屋が綺麗で。で、一番大事なのは、お迎えに行くでって言ったら、あと5分前に、そのマンションの下で待ってる人。多分、リカさんは待ってる人。そうなんですか、いいじゃん。リカさんくらい。ジェリコも守る。あ、小屋選手も守る派。あ、リオとナミナリ。いや、異性だったらちょっとお互いダメなタイプですね。そうなんだ。だってそれで怒られたって言ってましたもんね、島袋選手。ずっと怒られてます。待っとかなかったから怒られたことありますもんね。はい、でも数秒なんですよ。その自分が部屋を出て、あ、車入ってきたと思ってダッシュで行ったらもう怒ってます。ダッシュで行っても。あ、そうです。そうですよ。で、大して、もう明るく行くんですよ。ごめんみたいな。お願いしますって言ったら、うん、もう、あ、みたいな感じなんですけど。違う、マジで。でも、マジで、ユーザーって関東違うもん、そのマンションに入りたくないんですよ。もうその道って広いだって。だから、自分は関東、細かくないんですよ。今ここ。で、もうここ曲がったって言ったら、もう、大変してるの分かってたら、大体行く時間とかならないなって思うじゃないですか。わかりますね。数秒ですよ、数秒。え、それその谷口選手がこう切れてるなって雰囲気を感じて何かご機嫌取ったりするんですか？ガムだよとか。いや、秒で治るな。秒で治ります。その一瞬だけです。いいですね、それはめちゃめちゃいいですね。はい、次のメールのラミエの、ラミエの大丈夫ですか？じゃあ皆さんお待ちかね、島袋選手のお待ちかねですかね。私は家族思いの人が。いや、わかります、いいですね。もう家族、もうお互いの家族が大好きみたいな感じな人が好きですね。でも難しくないですか？でもなんかすごいママママママって言われてたら嫌じゃないですか？いや、でもその分、全然それでも大丈夫です。あ、でも度はちょっとありますけど。例えば今日、じゃあ明後日デート、ああ、帰られちゃいます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。小屋選手も。ありがとうございます。ありがとうございました。頑張ってください。はい、次は左から。じゃあね。ありがとうございました。すごい、神回。みんな来てくださる。神回ですね。神回。神回。しかも、キャンプじゃないと、こんなことないですもんね。そうですね。はい。ねえ、普段はお家からだから、嬉しい。じゃあその島袋選手のタイプを聞いたところで、じゃあ次キャンプで意識していることを皆さんに聞こうかなと思うんですが、谷口選手にも聞いてもいいですか？意識していることはないです。ない。常に同じ、常にね、ちゃんと同じパフォーマンスを心がけて、しっかり横断歩道を渡って選んだことを心がけてます。しっかり横断歩道渡って。はい、いつも通りですね。確かに。グランドまで行くのに、結構大回りをしなきゃいけないんですよ。横断歩道を通るのに。それで、何回も、渡りたいって思うんですけど、それをしっかり大回りしてる。渡るようにしてます。鏡。選手の鏡偉いですね。例えば大内選手と島袋選手は2人でいると、こうなんでタイヤの形四角なんだろうみたいな話をね、されるってことなんですけど、例えばなんで横断歩道は四角なんだとか、あ、向こうにしかないんだみたいな話にはならないんですか？たまになりますね。ちょっとした時に急にありますね、そういう話。最近そういうのでありました？キャンプに行ってる時だから、最近あったかな。なんで横断歩道は島なんだとか言わなかった。でも絶対
一回はあるよね、その、そういう感じの話。うん、話してたと思う。うん、すごい、はい、ですって、谷口選手。それ聞いたときあります？そういう哲学的な話。ないです。いや、聞いてないだけなんですよ。だから振っても、そんなん知らんみたいな感じで。え、何がおもろいって、いつも言われます。谷口選手の、こう、笑いの、こう、ハードルが高いですね、ちょっと。おもろいかおもろくないから。おもろいには引っかかってみて、二人は。おい。おもろくないですって、大内選手。多分浅いんですかね、ツボが。浅いですか、大内選手と島袋選手の笑いのツボは。浅いと思います。多分想像力が豊かなんで、うん、そのこうだったら面白いねとかそういうので笑っちゃいますね。その先はずっと想像しちゃう。でも素敵ですけどね、ずっと想像で笑うってね。ですよね。今チラってね、谷口選手の方見てますけど、例えばこうプレーの面でこうキャンプで意識されてることって何かありますか、島袋選手。何の面ですか。かなキャンプでプレーの面で、常に自分をアピールできるように、あと怪我なくできるようにしてます。怪我だけはしないように、うん、怪我なく全力でやってます。やっぱこうストレッチとかもやっぱりキャンプ中だとより入念にみたいになるんですかね。そうですね、結構体ニブレーンとかで体に来るので結構やってます。はい、了解です。ですね、まあ、メニューといえばこう、まあ、トレーニングを今行っているということで、まあ、今シーズン振り返りますと、こう第8節これまでの終了時点で4試合大内選手、島袋選手ベンチ入りされていると思うんですけれども、大内選手は4試合途中出場、そして島袋選手は2試合途中出場ということなんですけれども、どうですか今の振り返って、今までをこう振り返ってみて、大内選手いかがですか。途中から出場することが増えてきて、でもやっぱり結果っていう部分でつなげれてないんで、そこはまず得点のいうところを意識してやりたいです。なんかこう目標の数字みたいなのところってありますか。まず私は本当に1点を取るの目標にやってます。1点目標に、皆さんも大内選手が、ね、はい、ゴールするところ楽しみにされてるんじゃないかなと思います。誰か、どなたか来られました？あ、チョコレートの差し入れが今。あ、チョコ誰ですかね。チョコの差し入れが、あ、キンさんが。キンさんがチョコをくれました。やった。さすがキンさん。ありがとうございます。素晴らしい人なんですよ。チョコ全国民に知ってほしいです。全国民に知ってほしい。もう全国民に知ってほしい。キンさんは、もう神みたいな存在ですね、自分らにとっては。国宝級なんて言うんですかね、神より上ぐらいの存在。神より上って、はい、まあ普通じゃないですか。でもご存知の方ね、本当金川選手人柄もいいですしね、番組も一緒に盛り上げてくださいますし、本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。今チョコが来たんですか。はい、チョコが、チョコ、チロルチョコ。イエーイ。おー、全然食べながらで大丈夫ですので。あ、サイちゃん、サイちゃん来ました。どの方、サイちゃんが来ました。あー、サイハラ選手。サイハラ選手です。サイハラ選手、何してたの。ちょっと目の回してました。何されてた。ケアを。ケアをしてましたね。お久しぶりです、サイハラ選手。あ、なんか画面が消えちゃいましたけれども。
皆さん声は聞こえてますか？あら、大内選手聞こえてる？大内選手が消えちゃいましたよ。多分すぐ戻ってくると思います。あと5分しかないです。大丈夫ですかね？あと5分しかないらしい。リチのトークライブ、ロスタイムは何分ですか？ロスタイムはちょっと画面直した後に出るそうです。あ、斉原選手移動して改めてこっち聞こえますか？聞こえてますか？斉原、おー、うるさい？え、斉原選手いつもなんかのこのまとめてるバンダナ、なんかこう上げてるイメージだから、バンダナって言うんですか？バンダナじゃないか、ヘアバン、ヘアバン、バンダナじゃないですね。されてるイメージだから印象が変わります。印象変わるって、 ありがとうございます。素敵ですね。ありがとうございます。え、今は何されてたんですか？今何されてた？目玉っていうケアグッズ、ケアですね。じゃあご飯を食べてケアをして、今、鹿児島キャンプはどうですか？充実してますか、斉原選手？そんなテンションじゃないですよ。待って、全然聞こえないです。すいません、斉原選手全然何も聞こえてないんです。全然何も、声も払わない。もう一回いいですか？すみません。鹿児島めっちゃいいのでぜひ来てください。はい、はい、ありがとうございます。嬉しいです。また登場してくださいましたよ。リオ復活です。あ、すいません、ホームテレビなんとかしろってきてます。早急に対応いたします。失礼いたします。すいません、イヤホン問題です。すいませんね。あ、今復旧しましたね、画面。大内選手、お帰りなさい。あ、ただいまです。すいません。帰ってきました。大丈夫でしたか？お手洗いですか？はい。そうですね。ちょっと、行きたくなっちゃいました。お帰りなさい。よかったです。あと、3分で、終わってしまうんですけれども。早いですね。早いですね。なんか、大内選手、打ち合わせで、なんか、これは言おうって、おっしゃってたのがあるじゃないですか。あ、じゃあ、1個言わせてもらいます。うん、言わせてもらいます。私が、はい、お願いします。はい、お菓子をバレンタインに作ったんですよ、みんなに。で、渡して、もちろんさいちゃん、くのみさん、なみえにも渡して、で、次の日、あ、美味しかったのかなと思ってずっと待ってたんですよ。でも一向に言ってくれなくて、で、あ、これなら自分で聞いちゃおうと思って、美味しかったって言ったら、あ、めっちゃ美味しかったって言ってくれて。で、自分からしたら、もう、初めに自分から言ってほしいっていう。待って、言ったよ。あ、それで、このみさんは、絶対に、どんな時も、次の日に、美味しかったよって言ってくれるんですよ。おー、でも、あれ、さいちゃんは、隣をちらっと見て。リオが聞かないと、言ってくれないんですよ。言ってくれるんですよ、美味しいって。聞かれたら美味しいって言うしかない。美味しいって聞かれたら美味しいって言うしかないと思うんですけど、斉原選手という苦情が来てますけれども、いかがですか？自ら言ってほしいと。さいちゃん、自ら言ってほしいっていう苦情が入ってます。苦情いただいたんで、今年のバレンタインいただいたときは、10回ぐらい言いました。今年の10回ぐらい?10回ぐらい言ってくれましたね。あ、美味しい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 。本当に美味しかったですか？本当に美味しかった。え、美味しかったです。すごい。なんか、入れ物とかもラッピングがめっちゃ上手なんですよ。上手そう、大内選手。すみません、噛みました。でもみんな言わへんよな。みんな言ってこうへんよな。リオ全員あげたからな。確かに。で、結局自分から美味しかった、って聞いてるんですよ。
それはなんで皆さんの大内選手には言わないんですか、美味しかったよって。まあ一美味しくない。それか。一恥ずかしい。三常識知らず。ほう、すごい三択。確かに。え、島袋選手、この三択のうちどれですか？その三択。でも、最近のはネタで、もう朝、おはようって言ってもずっと顔見て、ネタで言わなかったんですよ。で、リオが、おい、自分から言わせんなよっていうのを聞きたくて、ネタでやりました。でも本当に美味しいですよ。美味しかったです。毎回。いじられてるんですね。愛されてるんですね。そうですね。愛を感じます。あえてね。でも作ったら言ってほしいですよね。美味しかったよ、ありがとうって。待ってますよね。もう、最近は。満点な回答はこのみさんです。おぉ、ありがとうございます。おぉ、あげたいかんって。あげすぎ、あげすぎだ。いやでも自分正直に言うんで、リオが作ったやつ全部美味しいとは言ってなくて、一つだけなんかほんまにもう一生作らんといてって言ってるやつがあるんですよ。え、なんですか、そんなのがあるんですか。そう、でもそれ言ってなんか忘れたけど、そのクッキーを作るって言ってきてくれて、はい、でクッキーめっちゃ好きなんですよ、もう、はい、ほんまに世界一大好きなんですよ。で、まあ、リオの作るクッキーは美味しいから、あ、いつもの美味しいクッキーくれるやと思ったら、なんかさ、クッキーの中にカラースプレー、あのカラーチョコスプレーを入れてたんですよ。レインボーのレインボーのレインボーのやつ、ありますね、か、うんうん、アイスとかにかけるやつ、はい、あれをクッキーの中に入れて焼いたらもうグロテスクみたいな感じ。見たことグロテスク。もうなんかもう色がマジって食べ物じゃない色のクッキー。でも味はめっちゃ美味しかった。味は美味しかったけど、でも人間ってこう視覚から入るじゃないですか。もうその時点でちょっと食べるなんか失せてしまって、まあ、美味しかったけど、もうそれだけは一生作らんといてなって言い続けてます。ちょっと大内選手。そうだから、あの逆にあの入れたくなります。いろんなものに。逆に意外な部分もありますね、大内選手。はい。意地悪でしたけなりますね。いつもから目もありますね。私それ言われたら、そっかーってなってこう、すいませんってなっちゃうと思うんですけど、大内選手の場合は、入れたろってなるんですね。なります。意外、意外ですね。意外ですか。で話が盛り上がってきたところ、そうですね、大須の旦那さんから今日の放送は情報量が半端ない、そうなんですよ、そうこうしているうちにって確かに8時終わってしまって、アディショナルタイム8時10分までいただきましたということでですね、多分最後になるんですが、告知です。サンフレッチェ広島レジーナ WE リーグの再開初戦は3月12日日曜日のアウェイで大宮戦になります。そしてですね、その翌週3月18日土曜日にホームで仙台と戦います。さらにこれなんとこの試合、春休み特別企画として全国の小中高大学と専門学校に在籍している方々を対象に250組500名様を抽選でなんとご招待します。まさに特別な企画となっていますので、応募期間は明日、なんと明日までです。3月1日の23時59分までとなっています。まだ間に合いますので、気になる方はサンフレッチェ広島レジーナの公式ホームページでご確認ください。ということで、皆さん最後まで見てくださってありがとうございました。最後はですね、あのファミリーの方、皆さん見てるくださっている方に今後の意気込みをそれぞれ、大内選手、西原選手、谷口選手、芝生の選手からお願いできればと思います。おまんじゅうさんからはしょーいってきてますよ。大須の旦那さん太っ腹、木下さん楽しい配信ありがとう、和吉さん学生ではないけど見に行くよなど応援メッセージが来ております。イエーイ、ありがとうございます。応援してくださってるファミリーの皆さんに最後メッセージをお願いします。はい、大内選手からお願いします。はい、ファミリーの皆さん、いつも応援ありがとうございます。本当にたくさんの方が応援に来てくれるとすごい力になります。しっかり得点という形で結果を残せるように頑張りますので、
き続き応援お願いします。お願いします。ありがとうございます。ではすいません、西原選手もスペシャルゲストとしてお願いしてもいいんでしょうか。これはいいんでしょうか。お願いしてもいいんでしょうか。西原選手無理だったらおっしゃってください。いい、OK、サンフレッチェファミリーの皆さん、いつも応援ありがとうございます。まあ、後半戦が来週から始まるので1試合でも多く勝てるように、そして個人的には得点を取れるように頑張るので引き続き応援よろしくお願いします。すみません、無茶振りしてしまってありがとうございます。では続いて島袋選手お願いします。はい、後半戦が来週から始まるんですけど、前半戦よりも勝利を多く掴んで上位3位以内に入れるように、で後半戦さらにレジーナらしいサッカーを見せれるようにファミリーみんなで頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ではこの配信の締めを谷口選手お願いします。そうですね、今日も楽しかったです、ありがとうございます。締めですよね。じゃあみんなテレビを見てる皆さんせーのでポンで締めましょう。 YouTube ですね。YouTube を、はい、やってくれるかな。相手を合わせましょう。私がせーのって言ったらポンで終わりです。はい、やってくれるかな、はい、お願いします。いきます、せーの、のおー、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。あと3分あるので最後すいません、すごい谷口選手のおかげで閉まったんですけど、質問聞きましょう。あ、島袋選手、この後泣かされたりしないですかって。やばいやばい、車の件を言ってしまったので。いや、それに幽霊が出るかもしれんから。幽霊が出るかもしれんからどういうことですか。いつも幽霊がいるみたいな感じでビビらされるんですよ。でもおっしゃってましたね、このみさん、さいちゃんです、いつも泣かせるの、うん、それに関しては。え、西原選手も西原選手もグルになって泣かされるということですけど、西原選手悪いです。この後泣かせたりはしないですかって。泣かないです、私は。もうすぐ帰ります、部屋に。逃げるよね、帰っちゃう。でもやっぱキャンプでみんなが一緒になると楽しいですね。楽しいです、楽しいです。なんか本当になんか女子会やってるみたいなイメージで、なんかみたいな感じで楽しかったです。あ、楽しかったです。いろんな方が出てくれたので。ねえ、なんか私までちょっと一員になれたような気がして、すごく嬉しかったです。今度全員でやりますよ、全員で、はい、ぜひやりたいです。コロナもね、徐々にね、こう終わってきてますし、時間足りないと。確かに。え、何か言い残したことありませんか。なんか島袋選手これ言おうみたいなの、なんかおっしゃってたやつ、打ち合わせの時、リオのやつか。うん、クッキーのことだよ。あ、クッキーじゃ一緒だったんですね。感謝の気持ち伝えた。あ、確かに感謝の気持ち、私もそれを思っていて、西原選手ナイスパスです。伝えましたっけ。伝えましたけどね。大内選手が、うん、はい、最後じゃあ、あ、じゃあ3人に感謝の気持ちを。おい、待ってたのか、それを。サイちゃん、サイハル選手、覚えててくださってありがとうございます。じゃあ、サイちゃん、ナミエ、コナミさん、いつもありがとう。大好き大好き、やってよ。大好きじゃない、大好き、谷口先生大好きだそうです。こんな小学生みたいなことは受け付けません。
厳しい本当厳しいです。まあじゃあ最後手紙書きます。おー素敵じゃあ最後愛の告白で終わりましょうか。ありがとうございました。皆さん最後まで見てくださってありがとうございました。このありがとうございました。いいなって思ったら、少しでもいいなって思ったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。見てくださってる方、そして乱入してきてくださった方、ありがとうございました。またお楽しみに。ありがとうございました。頑張ってくださいね。残り頑張ります。ありがとうございます。